続いては町の情報をワイドな視点でお伝えするあら町ワイド。6つのジャンルから毎回異なる視点で町の情報をお届けします。さあ今回取り上げるジャンルはこちら、荒川部活応援です。府内の中学校にお邪魔して部活に一生懸命打ち込む生徒の皆さんを応援するこのコーナー、今回は大久中学校です。今回お邪魔する部活をご紹介する前に、大久中学校ってどんな学校？生徒会の皆さんに聞いてみました。大久中学校生徒会総務です。宮中は挨拶が盛んな学校です。来賓の方だけでなく生徒同士でも積極的に挨拶をします。また運動会、合唱祭、三層会の三大行事があります。運動会では 2,3 年男子による集団行動と3年女子による校上の月が伝統です。三層会では生徒会役員が中心となって 1,2 年生で心を込めて3年生を送ります。宮中は努力、行動力、団結力の3つの力を大切にしていろんなことに取り組んでいます。そして宮中は部活動も活発な学校です。都大会に出場した部活もあります。運動部は大会に向けて毎日一生懸命練習をしています。また美術部、サイエンス部などの文化部も充実しています。生徒会の皆さんありがとうございました。続いて校長先生に大久中学校の自慢を聞きました。大久中学校は地域に根ざした歴史と伝統のある学校です。 OB の皆様、保護者、地域の皆様が本当に温かく支えてくださって、生徒は元気に毎日活動しています。部活動あるいは行事、さまざまな面で活気があふれてまいりました。最近では新聞を活用した授業に力を入れたり、あるいは投書をして26名の生徒が中高生新聞に掲載されたりしています。また東京都スーパーアクティブスクールとして朝7時半から朝の体力づくりに取り組んでいます。常に70名以上の生徒が自主的に参加をして活気あふれる一日のスタートを切っております。校長先生にご紹介いただいた朝の体力づくりでは、部活の朝練がない生徒も参加します。校舎の周りを走ったりストレッチをしたりして、一日の授業が始まる前に体を動かします。そして朝の挨拶運動にも力を入れています。そんな朝から元気いっぱいの宮中生、今回お邪魔する部活は、私たちは大久中学校バレーボール部です。いつも元気いっぱいな女子バレーボール部、冬の寒さで底冷えする体育館にもかかわらず、コートの中は練習の熱気であふれています。まずは部長に宮中バレーボール部の紹介をしていただきましょう。私たち宮中バレー部は2年生7人、1年生7人の計14人で活動しています。練習日はほぼ毎日で、毎日楽しく練習しています。私たちはとても元気で明るく仲がいいですが、時には喧嘩もあります。私たちの目標である都大会に行けるよう日々の練習を頑張っています。都大会出場を目指して毎日練習に励む宮中バレーボール部、土曜日の練習には外部の指導員がコーチとして招かれ、厳しいながらもメリハリある練習を積んでいます。ここで基本の3つの練習を紹介していただきましょう。はじめは対人です。対人は2人1組になって行います。肩慣らしをしてからアンダーオーバーパスをします。対人は基礎的なことを行っています。レシーブのフォーム、取る時の声、腰を低くするなど基礎を身につけるために行っています。
バレーボールの基礎中の基礎、パス練習です。アンダーハンドパス、オーバーハンドパス、しっかり膝を使ってパスをします。次にワンマンです。ワンマンはコーチに1分間ボール出しをしてもらいます。コーチが打ったりフェイントをします。来たボールをレシーブやトスで返します。ワンマンを通して足を出すことや走り抜ける力が身につきます。コーチと1対1でレシーブの練習です。コーチが打つ強いアタックやフェイントに対応しながらボールを受けます。またコーチが打ちやすいようにボールを正確に返していきます。最後はスパイクブロックです。スパイクブロックはレフトライトのアタッカーがネットを挟んで片方がアタックをするとき、もう片方はブロックをします。この練習ではどこに打つか、またどこで飛べばいいかなどがとても大切です。1対1のスパイクとブロックの練習です。ネットを挟んでアタックとブロックを交互に繰り返します。ブロックしたらすぐに後ろに下がり、しっかり助走をつけてアタックを打つ。そして相手のタイミングと打つコースをしっかり見極めてブロックします。先生がテンポよく上げるボールにしっかり反応しながら無駄な動きを削ぎ落とします。最後はコーチ陣と試合形式の練習です。正確なサーブ、レシーブ、アタック、基礎をしっかり身につけ、少しでも上達できるように限られた時間で工夫しながら厳しい練習に励んでいます。部員の皆さんにこれからの目標を聞いてみました。これからの目標はみんなで都大会に行くことです。1月に1年生大会があるので、それでいい結果が残せたらいいなと思ってます。顧問の先生にもお話を伺ってみました。現在3年生がいない部活ということで、2年生を1年生から3年計画でチームを作り上げてきています。非常に2年生を中心に日々頑張ってくれてます。最終的には都大会出場ができればいいなと思ってます。ただ強いだけではなく、マナーですとか礼儀ですとか、そういったことについても中学校のバレ、部活ですので、きちんとできる、そういう生徒にしていきたいなというふうに思っております。この日は12月最後の練習日。1年間お世話になった体育館と部室の大掃除で今年の部活動を終えます。最後に宮中バレーボール部の目標を聞きました。都大会目指して頑張るぞ。おー、荒川部活応援、今回は第9中学校女子バレーボール部をご紹介しました。以上、荒町ワイドでした。